匂いで当てられないもの選手権。はい、というわけでこちらの企画はですね、各自匂いで分かりづらいものを事前に準備してもらいました。もっと聞きますね、バッチリ。はい、いろんな匂いがあると思うんですけども、やっぱ分かりづらいじゃない、うん、匂いって、うん、匂い嗅いだら、ああこれはチンコだなと、ああこれはうんこだなと。小学生か。匂いって特徴的では分かりやすいと思うんですけども、その中でもここ3人がおのおの考えた、これは匂い嗅いだだけでは分かんないであろう匂いのあるものをちょっと準備してもらって、各自持ってきてもらって、それが残りの2人で当てるという、うん、簡単なゲーム。俺自信あるよ。僕もなかなか難しいと思いますよ。何かな。なんか特徴的だけど、あ、買った人から順番決めるんでしょ。オーケーオーケー。最初の待って、挨拶してなくね。こんにちは、じゃんけんぽい。ちょ、あ、2番手。うわー、ベランダから選んでた。じゃんけんぽん。ちょ、ちょ、1番で。1番。じゃあ1、2、3の順番。山崎さん、準備の方よろしくお願いします。はい、出題者以外のこっち2人がいるんで、一番当てた数が多かった人が勝者という。はい、これです。もう、もう、うん、もう、もう、もう、待って、あ、いい匂いだ。あ、なんか、むずいな。マジマジ。いくよ、ケンジさん。いいよ。いい匂いじゃね。あ、いい匂いする。あ、わかった。わかった。わかった。わかったよ、これ、来たわ。これが身近な人はすぐわかると思う。じゃあ、答えてもらいます。せーの、スティックのり。え、たくみさん正解でーす。あー、なるほどね。なんか匂いは特徴的だけど、目閉じてると意外とわかんないし。そこら辺のフルーツ持ってきたのかと思った。たくみなんて言ったっけ。金木犀。2問目、私選んだのはこちらでございます。まあまあ、至って普通だとは思うんですけども。絶対嘘じゃん。で、結構でもあるよ、よく。臭い系ではない。いや、それはまあ人によりけりだと思うね。うん、あ、うん、あ、わかった、わかった、わかったよ、これ。ほんと？わかった、これ。はい。うわ、なにこれ。全然わかんない。なに、全然わかんない。いい匂いではない。では、正解を聞きましょう。いい、せーのでいきますよ。はい。せーの。スーパーカップ、バニラ味も。なれの果て。正解です。なんで、なんでわかった？おい、全然わかった。これだ。なんでわかった？なんでわかった？これ。何週間置いてあるじゃん。あ。ここだぜ。はい、というわけで1ポイント2ポイントになりました。イエーイ。俺もう終わりじゃん。これ初めが失敗したら、あ、そう、さっき失敗した。もう勝ち目ないじゃん。怖い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 。じゃあ僕からいきます、僕からいきます。待って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 、まだ準備が、まだ準備、準備ってね、なんかやばい音してるよ。コン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 。出ねえな。出ない、出ねえって何、わかんないよ。うお、いい。どういうこと。もう近い、近いです。嗅ぎます。はい。うわ、え、臭いの。なにこれ。あー、なんか、え、なんか、なんだろう、吐いちゃう、吐いちゃう。いや、なんだろうな、割とね、体育館っぽいんだよな。体育館シリーズできてる。ああ、ちょっと一回通す。体育館っぽいらしいですね。え、体育館なんでこれ。体育館っぽいっしょ。体育館なんでこれ、完全に。あっ、これちょっと落ちにくいか。ちょっと待って。そうそうそう、全然なんかこういう感じなのかなっていうのは分かった。うん、整った。整いました。ではいきます。せーの、グローブ。体育館シューズ。あ、全然違うわ。え、グローブでも体育館シューズでもないっすよね。開けてください。オープン。何これ。これは昔、今から7年ほど前に死んだおじいちゃんが、その前、さらに20年くらい前に使っていたヘアワックスの慣れの果てです。でもおじいちゃん使ってたやつ、俺たちグローブとさ体育館シューズ。
か。はい、アックスのクリックでしょ。大正解。イエーイ。やだー。イエーイ。クリックだね。してクリックでしょ。いや、おかしくない。